テレビ朝日系バラエティ番組あざとくて何が悪いの、毎週木曜深夜0時45分、内のあざと連ドラ。第10弾が、18日より放送されることが決定。9人組ミクスチャーユニットのスーパードラゴンの田中幸喜が主演を務め、テレビドラマ初出演の乃木坂46の佐藤里果とフルーツジッパーの桜井由衣が出演する。田中幸喜主演、あざと連ドラ。第10弾スタート山里亮太&鈴木愛理の新 MC コンビが、あざとい男女のリアルな恋愛事情や人間関係の処世術を全方位から深掘りしていく同番組。藤本美貴、松田元太、トラビスジャパンをゲストに迎えて送る今回からは、番組名物、あざと連ドラの第10弾、港区男子のあざと人生ノートがスタートする。本作の主人公、楠隼人、楠木隼人は、いわゆる勝ち組の港区男子。男のあざとさをそつなくこなし、仕事も恋愛も順風満帆。18歳で地方から上京し、27歳となった現在まで人生ノートにしたためた理想通りの人生を歩んできた。そんな彼に残されたタスクは、27歳で運命の人と出会う、そして30歳で結婚、という人生の一大イベント。日々様々な女性と出会う中、彼はこのまま港区で遊び続けるのか、それとも人生ノート通りに運命の人を見つけるのか。どこまでもあざとく、どこまでもディープに、恋に仕事に葛藤する東京のリアルな男性像を描く。佐藤里果&桜井由衣、テレビドラマデビュー、港区男子のあざと人生ノートには、今最も注目すべきキャストが集結。今年3月にはグループで待望のメジャーデビューも果たし、勢いに乗っている田中が、新生楽勝だったはずの港区男子、隼人を熱演。イケイケのあざとさはもちろん、男の身勝手さ、そして山あり谷ありの想定外フェーズで揺れに揺れる男心、旋回する心理を丁寧かつリアルに表現していく。さらに、今回がテレビドラマ初挑戦となる佐藤と桜井も出演。桜井は、あざとさ全開のザ港区女子を、佐藤は、あざとい男女が大嫌いな真面目女子を、全力で体現する。果たして、二人は主人公、隼人とどう絡んでいくのか。アイドルの二人が、果敢に開拓する新境地となっている。松田元太、港区男子、のあざとさに恐怖航空男子&港区女子の様々な駆け引きを通し、20代男女のリアルな恋愛事情を書く本作。実は、主人公、隼人が出会うのはセフレ、パパ活女子など、訳あり女子たち。今回は、あざと連ドラ、史上最もディープな描写も続々と書かれる。恋愛テクニックはもちろん、様々な人間関係が渦巻くオフィスで男が生き抜くためのあざとい処世術も大きな見どころとなっている本作。第1話を鑑賞した MC 陣とゲストの藤本、松田も瞬く間に夢中に、僕らが思う港区がぎゅっと凝縮されてる、山里、テクニシャンすぎる、鈴木怖いよ、藤本、うわ、怖、松田、と興奮の声を次々と上げた。そして、スタジオメンバーの赤裸々な結婚観トークも繰り広げられる。